はい、いつも YouTube 見ていただきましてありがとうございます。竹島社長です。こちらですね、今日は15年式ですね、ワゴン R になります。ちょっとね、雨降ってましてね、昨日とね、どうしてもこの仕上げをしたかったのでね、ちょっとこのショールームっていうほどのものではないので中に入れました。ちょっとまだ雨降ってるんでね、中にちょっと入れておきたいので、ちょっとこの状態で撮影させていただきます。ですのでちょっとね、引きが足りないんでね、全体的に入らないんで、まあ、全体今見れるのはね、多分ここと、よし、ごめんなさいね、あんまりエンジンもかけておきたくないんですけどね、まあ、このぐらいで、見ていただくしかございませんのでお願いいたします。そしてですね、いつも通りチャンネル登録、高評価、またコメントですね、コメントの方もよろしくお願いいたします。こちらの車はですね、15年式のワゴン R、 32年の4月まで、車検がございます。そしてフルエアロですね、まあ、フルエアロ、まあ、フロントサイドリアとね、アロパーツが付いております。それで、ね、まあ、ちょっと多少はその傷とかあるんですけども、アホみたいにね、すごい傷があるわけではないので、ご安心ください。まあ、ご安心くださいってね、あれですけど。そうしましたら、ちょっと車の方をね、見ていきたいと思います。こんな感じでね、リアバンパー、この辺ちょっとね、傷いっちゃってますけどね。はい、でも、バンパー、その割にはね、結構ここもあるけど、まあ、悪くはないんですよね。まあ、傷とかあるんで、まあ、ない方もおかしいですけど。バンパーとかもね、結構ね、こう綺麗にツヤも出てますね。まあ、ちょっと私も磨いたんでね、一生懸命磨いて、あと急行ちょっとこの辺ね、サビが入っちゃってますけど、かなり綺麗になりました。正直言って、本当、かなりの、ね、時間を費やして、やらさせていただきました。あとここね、多分シートベルトとか何か引っかかったんで、ずっとサビが出ちゃってます。まあ、ただまあちょっとね、こういうお車ですのね、あまり細かいこと言われても困っちゃうんで、フロントバンパーですね、下、こうやってますね。はい、はい、ここもやってます。こんな感じです。サイドステップとかね、特にそんなに傷があるわけでもないんで、まあ一応見ていただきましょうか。はい、こんな感じです。まあ、綺麗にね、残って、ちょっとこの辺のね、ボディとの干渉するところのゴムがちょっと出ちゃったりとかしてますけど、まあ、特にそんなには問題ないと思います。で、ルーフですね、ルーフも綺麗でしょ。はい、まあ、もちろんその今蛍光灯の下にありますんで、結構綺麗に見えちゃってるのかもしれないんですけど、まあ、それでも比較的綺麗な方だと思いますよ。エアロパーツなんかも結構ひびがないんですよ。これひびがあったらね、もうもちろんもうね、もうええわと思って解体でも持ってこうかなと思ったんですけども、ひびもないですし、あとちょっと後ろの席からちょっと暗いかな、暗いね、何も見えないな。ちょっと待ってください、今ちょっともう一回、ちょっと一回切ります。じゃあちょっとね、内装の方行きたいと思います。まあちょっと後ろの席から、それとかハッチパックですね、ハッチパックをちょっと見てるから、ちょっとごめんなさい、引きがないもんでね、全然ちょっとこう寄せられないんですけど、全体像はなかなか見せられないんですけど、はい、ちょっとこんな感じでね、車内もね、まあ、シートとか見えないかな、これじゃあね、ちょっと照明持ってこようか。こんな感じです。中もこんな感じで、ね、綺麗になってます。どうでしょうか。はい、あららら、あ、ごめんなさいね、運転席です、助手席です、こんな感じです。で、距離がね、4万5675キロです。
車検証でも実走行みたいですね。車検証情報を見ても、はい、こんな感じで中も綺麗です。まあ、ちろん中ねクリーニングもしてますんでね、電動格納ミラーとキーレスが1本と予備金が1本ですね。はい、ちょっとねここの蓋がねもうなくなっちゃってるんで、ここはちょっとすいません、もうないと思ってください。ちょっとこの辺とかねシミが分かるかな、シミがねあったりとかね、助手席の下にシミがあったりとかしてます。まあもうただもう年代が年代なので、あまりちょっと掃除がね行き届かなくてごめんなさいって感じなんですけども、エンジンルームです。エンジンルームね別にホコリっぽいですけど、エンジン音です。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、またコメントの方よろしくお願いします。